ッキングワンツーの2人が上がってきました。さあスタート10秒前になります。もうこの2人昨シーズンからね、もうどっちが勝つかみたいなことでやり合ってましたから、いい走りを2人見せてくれると思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。さあ行ってらっしゃい。自己 PR、 若さでアクセル全開でいきますということで、国際 BQAQ 連続でチャンピオンを取りまして、スーパープラス2年目のシーズンを迎えました。もちろん表彰台狙って走っていきます。応援よろしくお願いしますということです。さあ間もなくスタートになるでしょうか。15秒前、さあ10秒前になりました。いいスタートになるように、いってらっしゃい。で、新しいモデルのマシンに乗りまして、自己 PR は気合で走りますということで、皆さんの応援が力になるので、ぜひ応援よろしくお願いしますということです。もう本当にあの柴田選手、プエルティーゴのマシンがこうグリーンと、ね、柴田選手、本当にこうなんかね、目にこういつもこの色だなっていうのがしっくりくるようにね、毎年毎年なっていく感じですね。さあ15秒アキラー、5秒前。さあ深呼吸をして、いってらっしゃい。このヤマハのマシンです。最高の仕上がりですという、はい、プロフィールをいただきました。どうした、どうしました、なんか違うこと言いました。合ってます、合ってますね、はい、チャンピオン奪還に全力を尽くします、応援してくださいということで、黒山選手全日本としては初モデルですね、はい、でもしっかり乗り込んできてらっしゃると思いますから、ヤマハの上やってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、あと旗持ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、各所で応援よろしくお願いしますね。5秒前になりましたか。さあ行ってらっしゃい、いいレースになるようにスタート。さあヤマハが続きますよ、ゼッケン2番です。チーム FWO with ヤマルームからエントリー、野崎文隆選手、どうぞ。どうやらミーティングも調子も良さそうです。トライアルエンデューロ、トレイルセローの PR にもなるように、トライアルの凄さをお見せしますというふうに書いてくださいました。今回の目標は開幕ダッシュだそうです。地元関東なので頑張りますということですよ。ヤマルームの肌が触れてますね、いいですね、いいですね、はい、さあ10秒前に勝機を用意されました。あ、ヤマハの旗も触れている、いいぞいいぞ、さあ今スタート、いってらっしゃい。さあ最後スタートしていくライダーご紹介します。ディフェンディングチャンピオン、ゼッケン1番チーム三谷ホンダ、小川智之選手、どうぞ。自己 PR、 美しく力強く皆さんを魅了する走りを目指しますということです。世界戦は中止になっちゃいましたが、全日本で盛り上げられるよう、茂木大会精一杯頑張ります、ガッチへの声援お願いしますということで、インスタ見てくださった皆さん、小川選手は赤選んでますよ、ウェア。あ、みんな黒だと思ったでしょ、私も黒だと思ったら昨日黒着てました。さあ12秒前、さあ今スタート、いってらっしゃい。さあこれで全員がスタート、
Thank you.
歩いちゃった。Okay, you're here again.
もう死ぬ音を上げてるよ。もう一回聞いてるな。